おお、今度はザトウマーケットできたか。ガチアサリやっていこう。まだ A プラスなんですよね。そう、 A プラスということはまだ S プラスではない。下がる悲しみ恐怖を感じる場合ではないし、感じることもほとんどないので、気を抜いてお気楽に、そう、もう縄張りバトルをやっている時よりも気を抜いて遊ぶことができる貴重な時間帯ということなんですね。そう、S プラスの恐怖に怯えている日々ではないんですよ、今は。ちょっとね、5個か、少ないな。ここいる？いるー！待って、危ないです。ん？おお、逃げたか。お逃げなさい。私はここで、華麗に爆発して、すべてを捨てていくよ。あ、まずい。まずいか？これは、死にます。くそ、俺がせっかく貯めてきた8個ものアサリをすべて食い荒らされてしまったよ。アサリというか、アサリってなんでアサリっていう名前なんだろうな。急にそんな歴史とか文学というか、そういう言語学的なことを話されてもみたいな。どうだろうな、この人がアサリっていうところから取ってんのかな、それともなんか別の命名則があるのかな。うん、人がいない。あなたのガチアサリを私が奪っていく。ここ、ん？います？いません。これで奥に入って、私が逃げると、あなたは追いかけたくなるでしょ？追いかけたくなる病ですから。やっほー！さすがにこの距離だったら私、問題ありませんから。モンマルトルの空に浮かび上がる月のごとく美しく輝いてみせるから。あ、やばい。相手がガチアサリを取得していて、こちらは持っていない。よくないですよ。そして背後から敵の気配を感じたらすぐさま逃げましょう。そう、それは重要。危なくなったらスタコラ逃げろというのはどのゲームにおいても非常に重要なことだということを、ね、忘れてはなりません。あ、まずい。まずいです。待って、僕の。待って、なんかいっぱいいるんだけど。ちょっとそれよろしくありませんガス。ありませんガス。だからよ、俺の近くは固まりすぎなんだよな。そして固まられるとプロモテラは弾の火力がない上に分散するから一番嫌なんですよね。なので、プロモデルを相手にするときに一番上手な戦い方っていうのは、あれなんですよ。素早く、味方固まって、強引に突破していくということ。あ、これハイドラだった！くっそ！あれなんか全然動かないな、あいつって。すごく、じっくり見てしまった遠くから。いかんの。お、しかしこれ、全滅。取れる？取れなかったか？いや、大丈夫。ガチアサリが割れた瞬間に、お、そして味方もガチアサリ持っている。これ私が、おー、いいね、いいね。あ、待って、後ろ、気をつけて。私が、潰す、オッケー。そして、あれー、くっそー。いける。あれ全然やられてない。あー、ちょっと、おー、なんとか割ってくれたけど。ちょっと周りがみんな、命を散らしている。お、いけるか、これ。いいよ。いや、すごくいいよ。僕も、行くよ。そして、後ろから迫っていく。迫っていく立ち回りしないんですね、実はこのようにね。アサリをばらまいていくこと、それこそが、私の命の灯火の、つなぎ方なんですよ、これが。あ、待って、気をつけて。あ、いける？あ、でもちょっとアサリが足らない。お、いけるか。いいよ、稼いでくれてる。いい味方だ。しかも、これだいぶ、相手としては、アサリ地獄に追いやることには成功しているようだな。50カウントの差ができてしまっている。相手のおせおせ具合によるな、これは。素早く、スプリンクラーを使っていく。お、全滅ナイスよ、これ。これはもう、味方アサリアシストイングをしていくようなプレイングもいいと思いますが、ちょっとここは自ら、アサリ地獄を作り出す作戦もありかもしれないですね。いけちゃうもの、やっほ！届いてない、投げる前か。投げる前ハイドラアタック食らってしまったの巻きか。悔しいな。ハイドラに見られていたのは分かったけど、先に、俺の方が先に投げられるぜという自信のもと動いたから、あれは何ともでしたね。二つ持ってるか。ここでスプリンクラー。大丈夫？当たってしまったか。じゃあ私がその命を無駄にしない、回収していくよ。相手がガチアサリを完成させたか。わざと捨てて、敵を、牽制しているパターンか。ちょっと待って、届かない。オッケー。3発だけ当てて、相手を警戒させましたね。3発食らったら、
ね、もうその時点で相手はやばい、これ以上食らうとやられるっていうのを恐れて自分の後ろばかり気にする。そのタイミングで前から狙い撃つ、完璧な作戦ですね。そして私がここでガチアサリを取得して割ることによって、オッケー、これすごいな、終わる直前にゴールにガチアサリがぶつかると回り続けるんだな、シュールすぎる。メガスクリュースロッシャーみたいになってるぞ。でん、おお、比較的いつもの勝ちパターンのカウント数だな、いいじゃないかな。さてと、相変わらずギアチケットは効果がないけどな。今度はザトウマーケット連チャンです。ガチアサリ、うん、このステージは苦手だなと思っていたけど、やはりまだ腕前がねえ S プラスの魔境に行く前の段階なので比較的冷静にプレイできている感はありますね。もちろんこのねランク帯だから、腕前帯だから楽というのはちょっと相手に失礼かもしれないけれど、この自分の気持ちというもの、メンタル的な意味で差ができているのはありえますね。さあいらっしゃーい。おっと、このように背後から迫ってくることによって相手の警戒心を上げていく、そういった作戦なわけですね。あれ嘘、早い早いですね。あー、しかも早打ちになってしまった。とはいえここで2人いないので相手の攻めは、あれここで完結すると思った、全然そんなことはない、隠れていましたね。ん、まだ隠れているぞ。ここでようやく潰れたタイミングでしょうかね。とはいえこれはまだなんと言うんでしょうかね、カウントマックスから26しか進んでいない、問題はありません、ご安心ください。あ、来てますね。これは背後から狙っていく作戦がうまくいきます。あー、これはヒーローか、来ます、逃げなさい。あ、ちょっと、ああーよー、ギリギリ避けられたけど、うん、まだヒーロー生き残ってる。待って待って待って、もうほんとヒーローシューターは、うわーうわー、もうくっそ、しかも復活短縮ガン詰めにカムバック、完全に自分のことしか信用してない装備だ。誰がそんなこと言ってるんだよって感じだけど、お前がそれ言うかみたいな感ありますけど、ここにはいない。そしてここでスプリンクラーを設置して、ちょっと向こうから来てますか。あ、これ来るぞ、気をつけて。オッケーラッキー、ちょっと待って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 、よーめっ、よっけよっけ、危ねえ、ちょっとギリギリすぎやしませんかね。とはいえ相手の攻めがだいぶ強烈なので、うーん、ちょっと終わる、うー、最悪だ。投げてからあれ使うのは本当反則ですよ。ペナルティ級の必殺技、あガチアサリが入っちゃったな。あぶねえ、これ倒せなかったらもっと最悪なタイミングだった。とはいえまだいるんで、これでようやく止まるか止まらないかっていうタイミングか、いけるかな。ちょっとキル性能にボロ負けしてる感があってすごく悔しいので、どうにかしたいですよね。はーい、背後から失礼、さすがにそれは無理ですよ。プロモデラーをというよりイカスフィアを甘く見すぎだな。でもイカスフィアなんでこんな壁塗りできねえんだろうな、本当に全く別の武器を使っているかのごとく全く当たらないんですよね。あと1です。誰かが割ってくれるか、ここにいる、あ、やばい、やらかしたか、あはい、目撃者です僕。お、いいね、すごいよ、グレイトですよ。でもそんな中私は投げていくよ、投げていく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 けれど、あとちょっと、あとちょっと足りない、人がいない。そんな時に僕はアサリをこうやって回収して、あー、くっそ、届いちまったか。これやらかしかな。つっても上で見てたのがパブロじゃなくても多分あのタイミングはやられていたでしょうし、おそらく最悪ね、アサリを回収することすらできずにやられていた可能性が高かったので、まあこのタイミングはちょっと待ってダメだな、いっぱい集中してるところにむちゃくちゃ突っ込みすぎたか。あー、これ無理だ、ちょっと待って、ノックアウトしか道ないのに、あー終わった、カウント取られてるですよね。ちょっと待って、味方投げボムいなかったか、こういうのって手前に投げとくもんだよな普通。
普通ってどの口が言うんだけどな。ああ、まあね、ナリボムを持っていない奴がそんなこと言ったってな。しょうがないけどな。まあ、クイボと吸盤だからな。タイミングが悪いとうまく使えないよな。さあ、ここで2連敗か。やだな。ザトーマーケット3連続。さあ、負け続いているよ。この地形はプロモデラーと相性悪いのかな。なんか、いつもここで負けてる気がする。あとで戦績見とかないとな。下手したらここだけ戦績が勝率すげえ悪いとかあるかもしれない。ザトーマーケット、累計で勝率3割ぐらいかなみたいな可能性があるんですよね。他のはだいたい5、6割ぐらいは一応はキープできているんですが、そう、だいたい5、6割キープできれば S プラスに行けるので、そういうもんなんですよね、このゲームは。そんな中で3、4割っていうのは相当やばいので。お、いけるか。お、いいですね。そんなのに、あれ、あと1個、あと1個、アサリが足らない。深刻なアサリ不足です。深刻なアサリ不足です。お、来たよー。ゴーイング。オッケー。僕が壁になるので、皆さん、行っていて。お、いいよ、いいよ。おお、ナイスですね。お、そして、回収して投げる。これで延長。延長です。あーれー上から、もう突き刺さるかのような連続攻撃。恐ろしいな。夢に見そうなぐらいね、強力な速度でやられるからね。このゲームは侮れないんですよね。エルザップとかな、どう考えても、ねえ、ダメージ、プロモデラーより少ない方がいいと思うんですが。あ、危ねえ。エルザップぐらい当たりやすかったら、確定5発でもやっていけると思うんですよね。プロモデラー、いや、でもその代わりプロモデラーが確定6発になってもいいよねって言われたらもう、涙ちょちょぎれなんで、そういう相手のことを悪く言うのはやめようか。ねえ。でも、プロモデラー射程伸びたら、確定6発で生きていけないかな。さすがに無理かな。ウィンとね。さて、あと、ここにもう1個あって。さあ、上にいるのであまり、攻めてはいけないか。お、お、お、いけるか。あ、あ、あ、ください。ください。僕にください。僕に、いただけませんか。いただくことは許されませんか。あ、こんにちは、こんにちは。あ、いいですか。あ、こんにちは、どん。で、やばい。俺のアサリが、アサリ全部金繰り捨ててしまった。ちょっと待って。視聴者プレゼントでアサリをばらまくのはやめてください。キャンペーンじゃないんだから。あ、まずい。ちょっと待って。待ってくれ。あー、これ雨かな。雨じゃないか。普通に鋭く尖ったプライムシューターの角にぶつかったパターンか。これやだな。このスペシャルがね、連続でやってきたり、敵が4人ぐらい列になってね、あの、ゴッドトレインのように連なってやってくると、ああ、負けるなみたいな雰囲気を感じてしまって嫌なんですよね。あ、待って。こういう時には近づいた方がいいって教えてもらった。よし。誰にだよ。個人的にそう解釈しているだけなのに、誰かに言われたからみたいな風に言うのはやめろ。やめて。ビビる。でもあれ、むしろ倒したの俺扱いだったんだな。やべえよ、やべえよ。やばいよ、やばいよ。これ冷静にならないとダメだよ。ちょっと待ってね。背後から来る可能性あるよ。お、届いてない。ラッキー。これ、投げるの失敗すると痛いでしょうね。もう上にあるから取りに行けないですもんね。こっから回らないと。この相手のミスは大きいですよ。相手としてはここで投げるのをミスするつもりはもとなかったでしょうね。オッケー。うん。ギリギリ。あー、これもう一個来るか。あー、やめて。おお、ありがとう。視聴者へのガチアサリプレゼントですね。視聴者プレゼントというやつだ。しかし、間髪入れずに相手が素早く二つ目のガチアサリを、完成させているようなこのタイミングというのは非常によろしくないということ。もっと考えるべきなんですよね。相手の方が素早くアサリを集めることのできるようなエリア制圧が完了してしまっているという事実が存在していることを意味する。つまりどういうことか、エリアを全然取れていないって意味ですね。待って。ここ。よし、ギリギリ倒して。で、ここで、あれ嘘、ちょっと、どっから入ってんの。ちょっとガチアサリを投げる業者を駆除して。アサリ投げ撲滅。どこにいる？奥か。とりあえずこれで止めたか。とはいえまずいので、これもう一回くらい割りたいですね、相手の。
ガチアサリを。いけるか？お、いいよ。すごくグレートですよ。オッケー。ここで、僕がアサリを二つ回収してしまえば届く。オッケー。これで味方さんがうまくやってくれれば、いい調子。うん、逃げ切れませんでしたね。最終にコツンってぶつかったの、わかりますか？あの瞬間、あなたの体力は半分になっていた。怒りの前歯を、その体に突き刺されたも同然。そうなれば、もう爆発の威力が、最低でも55ありますから、余裕を持って倒すことができた。そういうことですね。でもこれは、こちらの方が先に割ってるので、延長はないはず。え？ないんですか？延長するんですか？そんなー、ギブミーテンダー。危ない。これ、割ってくるよ。おー、ナイス。さすがにこれで終わればいけるかな？まずいか。あー、ちょっと待って。ちょっと、思ったように動けないです。あ、危ない。ちょっと、向こうのプライムも、思ったような動きをしてくれなくて、こちらが。それのせいで止まっとっている間に当てることができなかったみたいな動きをしていましたね。いやー、なんとかいけた。ガチアサリはやはり総合的な、広くフィールドを使うガチマッチだから、結構キル取りやすいんですよね、プロモデラーも。取りやすいというか、重なりやすい。それがすごく嬉しいと思います。うわー、これ崩したくねーなー。また微妙なの揃っちゃったな。これのやめてほしいんだけどな。最初から最後までクラーケス使って、メインが2つ揃ってどういうことだよ。もう、まあいいや。じゃあ一旦中断します。ありがとうございました。